で、はい、ではですね27の基本ルール今回でラストです第3小節の3の9遠い接続詞です、ね、これにて完結ということでしっかり学んでいきましょうでは行きましょうはい「遠い接続詞」ということで遠い接続詞っていうのはですね「and」や「b u t あここら辺が代表的なやつですよ他にもね「or」ソ「s o まあもっと難しいやつで言うと「no」と,とか「for、えー」とか「yet」とか「とか「 そこら辺もあります。ちょっと見てみようか。for, and, nor, b u t or, yet, そうね。これ7つ、うん。これね、ファンボーイズみたいな感じでね、えー、頭文字ね。まあ、ファンの男の子たちみたいな。まあ、そんな感じでね、えー、と覚えましょうねっていうような教え方をすることも結構あります。ただこのファンボーイズのね、えーと、7つっていうのが統一接続詞なんですけど、この特徴は、左右に同じ種類のものを並べる。これ、むちゃくちゃ大事です。左右に同じ種類のものを並べる。同類ね。 同類が来るんですはい、ちょっと見ていきましょうか。1番。He told me to finish my homework and housework。さあ、&、え、トイセツ詞はね、ちょっと三角にしてみましょうかね。えー、はい、このトイセツ詞、何と何並べてるねホームワークとハウスワークですね。はい、ということで、彼は私に、私の宿題を、そして私の家事ね、ハウスワークって家事。 宿題と家事を終わらせるように私に私言いましたとこういうふうに「えー、宿題と家事」ってに並べてるなって思わないともしかしたら彼は私に「宿題を終わらせるように言った」「そして家事家事」家事「宿題を終わらせて家事をするように言った」あ「ああ、うん」みたいなねなんかちょっとね全然違いよく妄想でしちゃいがちなんですよ。<え>あくまでこことここがセットだよと。 私の宿題とと家事だよというねこれでセットにして終わるの目的語フィニッシュの目的語というふうに考えないと誤訳しそうでしょはい、ということでね、アンドが何と何をつなげてるかっていうのはすごく大事なんですよ。さあ、じゃあ2番見ていきましょうか。1目 homework and do さあ、今度はどうですかアンドを並べてるものはこれね、同じものを並べてるってことは左側はどっから始まってるか分かりづらいのよ。右側が分かりやすくないだってこっから始まってるの決まってるからね。 そしたら、do housework の do って動詞の原型ですから、動詞の原型を探そうと思って、はい、動詞の原型を探そう。あったーこれですね。ただこの finish my homework と do housework を並べてるんですよ。いいそしたらね、これ、彼が私に言った内容が2つあるって感じ。彼が私に言ったのは、宿題を終わらせなさい。そして、家事をしなさい。 宿題を終わらせて家事をするよう私に言った。そういうふうに役は変わってくるんですよね。言ってみればよろしいですかはい。ってので、このトゥーフテイシの塊がわーっとでかくあって、SVO。これ SVO トゥーフだからね、SVOC だ。SVOC の C が長いって感じ。一番は、これも SVOC は SVOC ですけど、 SVOC の C の中のフィニッシュの目的語が2つあるってだけなんだけど今回は SVOC の C が2箇所ある感じねはい3番行きましょう Hit finish homework housework all made my and did you さあまた and が並べているものは後ろ見るんね後ろ見たら did housework did 過去形ですよ過去形の動詞がさかせあったここだとね t 通 l d が過去形の動詞なんで照るのが過去でしょ ただ、この did っていうのは do の格好系。どっちも格好系なんだ。こことこう並べてるんですよ。そしたらね、もうまるで話が変わってきて、彼が言った。そして、した。わかるわかるからこの、彼は私に宿題を終わらせるように言って、そして、彼が家事をしたわけよ。いいかなこれちょっとね、 縦に並べて書いた方が分かりやすいかなと思うんで、ちょっと縦で示すと、こんな感じ。こんな感じ。彼は私に宿題を終わらせるにように言って、彼は家事をしたんですね。家事、彼がしたんですよ。宿題を終わらせなさいって言って、そのまま家事したんですよね。はい。っていうことで、こういう感じですよ。全然違うんですよ、2番と。2番は、彼が宿題を、私に宿題を終わらせて家事しなさいって言ったわけ。ね。だから、イメージこんな感じよ。 イメージこんな感じですね。彼は私に終わらせるように言って、するように言った。だから、宿題を終わらしたり、えー、家事をするのはどっちも私です。SVOC の話大丈夫ですか s v o いうだからさ、SVOC というのは、こことここが SP 関係だったよね。仕事と関係。なんで、私が終わらせるし、私がするのよ。全然違うからね。はい。っていうことで、気をつけましょう。4番いきます。He told me to finish my homework and she told me to do housework。さあ、 これは、アンドが文と文をつないでるパターンですね。だってこっち SV で始まってますから、SV って、これは簡単でしょ。そう、文と文だから普通に彼は私に宿題を終わらせるように言って、そして彼女が私に家事をするように言いましたって感じね。どう似てるような英文ですけども、アンドの直後に何が来てるかによって、内容がだいぶ変わってくるでしょ。ってことで、アンドは同じ種類、同類ね、同類のものを並べる。 これは品的的にににもも同同類類だし意味なることが多いですはいということでね、えー、ここら辺をちゃんと押さえた状態でト一接続詞というものを文字に出てきたらちゃんとチェック入れてねあこことここだなってかちっちゃいこうバツとかの上に書いたりしてね、えー、こことここ並べてんなみたいなのをちゃんとチェックしていきながら読んでいくそういう癖をつけていきましょうはいということでね以上でこの正読ののルルール27ってていうのが全て終わりました、えー、今話した内容が結局は応用されているだけなんですよね えなんでもうほとんど今回出てきたやつで文構造っていうのは取れるようになってるはずなんであとはねまあ熟語を覚えるとか単語を覚えるとかそういうことはしなきゃいけないのはそうですけどもえ文構造的なところはねえこの延長線上だと思って是非このえ27のルールを何回も何回もね繰り返して身につけてその上でね長文読んでみてくださいかなりねスラスラ読めるようになっていってるもしくはちょっと難しいなと思っても理解できるね自分の頭であ こここうなってるんじゃないっていうのが分かるというふうになってるはずです。はい。ということで、えっ、ー、と、基礎の話、えー、今までお付き合いいただきありがとうございました。えー、しっかり復習をしてくださいね。はい。ということで、生読のルール27、これで以上です。